にちは。皆さんお変わりなく過ごしていらっしゃるといいです。外出自粛中の中、皆様お料理とかお掃除とかテレビ電話チャットとかいろいろと工夫してアクティブに過ごすようにしている方も多いと思います。もしお仕事とかも自粛中でお家で過ごす時間がたくさんある方は、時間もたくさんあると思うので自分の内側に目を向けてみるのも楽しいかなと思って今日は動画を作っています。自分でも知らなかった自分の面を知ることは、ある意味なんか心理テストみたいな、占いみたいな感じで私は面白いと思うので、今日はそんな感じで動画を作ってみました。皆さん誰もが強いこだわりや事実かどうかは置いといて、強く信じているもの、強い好きや嫌いっていう執着しているものが皆さんそれぞれあると思います。で、一般的に他の人から見てスルーできるぐらいどうってことないことなのに、自分はとってもこだわりがあって絶対これじゃないとダメとか、そういうこだわりや執着は必ずそのこだわりの出来事が始まった日の思い出や思いが溶けて解消されることがなく、未解決のまま心の中や頭の中に、私のイメージとして氷ではなくて凝り固まったなんか溶岩みたいな感じで心や頭の中にずっと残っているものがある場合に、強いこだわりや執着心や信念として残ります。そういう未解決のものは多くの場合ネガティブな反応として残ることが多いと思います。例えば、直接自分に危害を与えられているわけではないのに、この言葉を聞いただけで神経を逆なでされたような気分がするとか、こういう特定のタイプの態度とか声が嫌いとか、美味しいって分かってるけど絶対食べたくないとか、なんかそういうちょっと歪んだっていうんですかね、ネガティブなイメージで残っているものが、その解消されなかった塊として残っているものです。人それぞれあると思うんですけど、今日は私のものを使って、私のそのなぜかわからないけど昔からこう思っているっていうものを使って一緒にこのワークをしていきたいと思います。質問はいろいろな視点、いろいろな方向からアプローチができるんですが、今日は私のトピックに沿って進めていくので、こういう質問になっています。なのでこれは質問の一例です。これで答えが出た時、私は本当に長い間なんでだろうってずっと自分でもわからなかったので、答えが出た時なんかショックっていうか驚きと、驚きすぎて面白かったっていう、皆さんもなんか面白い発見や自分の知らなかった一面を知ることができるワークになったらいいなと思います。では質問に答えていきましょう。事実かどうかはさておき、あなたに制限をかけている思考や感情は何ですか？と、私の場合、威張ってはいけない、目立ってはいけない。次の、それは具体的にどういうことですか？その一番に答えた内容に対して、じゃあ威張ってるとか目立ってるっていうのは具体的にどういうことを言うんですか？どういうことだとあなたは考えていますか？という質問ができます。で、私は自分を自分のそのキャパ以上に大きく見せたり強く見せたり、よく見せようとしている人が好きじゃない。不自然な行いや見た目の人は私はダサいとか寒いって思うので、それはどこから来たのかなっていうのが長い間ずっと疑問で、いくら考えてもわからなかったことです。で、さっきの質問をさらに掘り下げて、では自分がそうだと感じる時はどんな時？と自分に問いかけます。自分が威張ってるとか目立ってるって感じる時はどんな時かって考えると、私は何かを発言しようとした時、でも実際は発言しないんです。言おうとして、あ、ダメだって止める時で、あと大きな声で喋ってる時、自分が大きな声出してる時好きじゃないので大きな声で話してる時、あと実際に喋りすぎて後から体の中にあの後悔と罪悪感が襲ってくるというか、そういう感じがした時、喋りすぎたなって罪悪感を感じます。そこから得ているものは何ですか？
人は良くないと思っていることでも、やめないといけないと思っているのにやめれないこととか、ネガティブに見えることの中にも必ず肯定的な意味があります。何かそこから得ているものがあるから、やめたいのにやめれないのです。例えば、タバコやめたいと思ってるけどやめれない。それは、タバコ吸ったら頭がスッキリするからとか、イライラするのがちょっと解消されるからとか、あとお菓子やめたいのにやめれないとかは、お菓子食べたらなんか幸せな気分がするからとか、やっぱり美味しいからとか、表にはネガティブに見えることでもそこから得ているものがあります。で、私のさっきのこの問題に戻ると、威張ってはいけない、目立ってはいけないので、威張らないように、目立たないようにしている。そこから得ているものは、目立たないことによって自分がもしミスを犯した時とかにもバレにくい、もし何か間違ってもバレないっていう、言えば逃げですかね。その逃げを得ている。じゃあ実際に自分が威張った時、目立った時には何が起こりますか？人から注目を浴びる。で、ここまで自分で掘り下げていくと、この時に、この答えを考えている時に、自分はどこかで本当は人から注目を浴びたいって感じてるんだなっていうのに気づきます。で、人から注目を浴びたいのに浴びないようにしている。で、そこで矛盾、確執が起こっているから、自分の中で違和感とか、なんかむずがゆい感じが自分の中で起こっているから、その思考に対してなんか変な意識を感じているのに気づきます。どんどん質問が深くなっていきます。それが起こった時、あなたは何を感じますか？人から注目を浴びた時何を感じますか？で、私の頭の中では、人からの注目を浴びるということは、その人たちが私に何かを期待しているということで、その人たちの期待に応えないといけない。で、そこでプレッシャーとかっていう言葉が出てきて、プレッシャーを感じたら自分が持っている力以上に無理して頑張らないといけないっていうことが私の中で起こるので、さっきのこの不自然な言動、不自然な自分っていう答えとちょっとなんかつながりが出てくるわけです。何があなたを止めていますか？ここで全ての答えが出てきます。これが私はとっても面白いと思うんだけど、皆さんはそう思うでしょうか？これが私がずっと分からなかった、自分の中で凝り固まってた答えです。もうとってもとってもプライベートなことですが、期待に応えられないと結局思ってる、目立ってはいけないと思ってるけど、心のどこかでは本当は目立ちたいと思ってる。でも目立つことがもしできても、結局自分はそれに対応できる、そのシチュエーションに対応できないと思っている。自分は目立ってもいい人、目立つことに値する人間ではないと思っている。この答えに一番最後にたどり着いた時に、っていうことはって考えると、自分はビビってるんだなと気づきました。結局その期待とかが怖いんです。で、そのビビってるのは何かというと、自己肯定感が低いとか自信がないっていうことにつながります。どんどん答えていく中で、自分の奥底にあったコアは何なんだろうっていうのに気づくことができた時、自分一人では表面部分だけいつも考えてるので、内側に目を向けるっていうのは、本当に自分でちゃんと時間をとって向き合わないと、分かってるつもりでも分かってないことが実際にはたくさんあると思います。だから私もこの赤いところが分かった時も、本当にプライベートなことで動画にするのも恥ずかしいと思うけど、もうそれが分かったショックが大きすぎて面白すぎたので、皆さんにもシェアしたいなと思いました。ネガティブなことに表に現れている場合には、そういう自己肯定感とか自信とか愛情とか、そういうものにつながることが多いです。で、表上はポジティブに見えていることも、なんで自分はこう思うんだろう、なんでなんでなんでってずっとずっと答えを掘り下げていくと、やっぱり愛情とか幸せとか人生の価値とか、そういうものにたどり着きます。自分になんか強いこだわりとかがあって、それがもしネガティブな感じで表に出ていて、直したいと思っていることだったら、
まず気づくことが大切。気づいてそれはどこから始まっているんだろうってコアを見つけることが大切です。気づいただけでもまずすごいのです。でそこに気づいたらそれにちゃんと向き合う。それを避けようとしてばっかりだといつまで経ってもその凝り固まったものは解けません。自分の長年連れ添ってきた凝り信念を直すのにはやはり時間と努力が必要です。ネガティブなものはね、すぐ今日で明日でこの方法一つで直したいって思うことが多いかもしれませんが、やはり時間と努力、これはどうしても避けることができない問題なので、もし直したいことであれば自分で気づいて向き合って時間と努力をかけて自分のなりたいイメージ、自分の理想をイメージして、じゃあそこに向かっていくには何が必要なんだということを考えてそこに向かっていく努力をします。これやったから明日すぐ治るっていうものは残念ながらないんですね。時間と努力がかかります。自分のなりたい理想の姿があるんであれば、それだけの時間と努力をかける価値は絶対あると思うので、なりたい理想があるのであれば、避けて逃げていてばかりではいつまで経ってもその凝りは解けないので、自分のペースを見つけて自分の力で解決していくことが最短の解決法だと私は思います。最近私にあった大きなショックな出来事でした。もし興味のある方で時間がたくさん余っている方、もしよかったら自分の内側に目を向けて問いかける問いかけることやってみてください。